ルーティン動画です、2月の9日ですね、土曜日です、時刻の方まもなく14時になろうとしています。Google ウェザーによると気温は23度、体感25度ということで、今日は少しね、気温が低いんで、カメラもあるかなと思って回してます。レギュラーガソリンリッター 23,400 キップ、週末の価格改定で、レギュラーガソリンリッター 23,400 キップになってますね。はい。昨日がね、国際女性デーインターナショナルウーマンズデーって言うんですか、だったようで、はい、タラートレーン、タラートバンビエン、タラートレーン跡ですね。ラオスは3連休になってます、3連休の今日は中日なんですけれども、まあ、昨日からね、ビエンチャン人ものすごい数来てますね。バンビエンの街中が渋滞するほど、ビエンチャンから車でね、自分の車でバンビエンまで遊びに行く、ビエンチャン人たくさんいますね。これは多分ルアンパバンとかね、あとどうだろう、パクセまでは飛ぶ人あんまりいないのかな、まあ、アクセスのいいね、ビエンチャンから比較的アクセスがいい、バンビエン、シェンクワン、あとルアンパバンあたり、は賑わってるんじゃないでしょうか。まあ、更新頻度、動画の投稿頻度が、ね、下がってるんで、ひょっとしたら、ね、もう日本旅行に行ったんじゃないかというふうな、ね、ご指摘もいただいてるんですけども、まだまだバンビエンにいます。はい。単純に、気温が高くて、ね、カメラが、ね、回らなかったんでね、撮影してませんでした。はい。あとね、コメントでね、ちょこちょこね、パラッパラか、コメントと、あとあれだ、メールですね、メールの方で、ご質問いただいてました。まあ、例えばね、あれですね、まあ、現状、ラオスにいらっしゃってて、これから一回タイに、ビザランしにタイに入りたいんだけども、去年もうすでに2回タイに入国してるんで、その去年1年以内ですらしいと思うんですけど、これタイに入国できるでしょうかというふうな、ね、ご質問いただきました。あれね、歴年に2回とかね、1年間に2回とかそんなね表記されてると思います。あ、これなんだろう、事故ったの、事故った臭いですね。なんですけれども、これ12月の31日大晦日でね、入国履歴はねリセットされるんで、年明け1月1日元旦からねまた2回だけ陸路でノービザ入国ができるようになってます。まあまあこれをね、過去1年間に遡ってもすでに使っちゃってるからってね、勘違いしてちょっと頭をね悩ませる旅行者の方がね少し増えてきてるような気がするんでね、その辺は12月31日でねリセットされるっていう風にね、理解していただければと思います。はい。あとなんだっけな、もう一個なんかお答えしようと思ってたんですけど、すいません、ド忘れです。まあ、次の動画あたりでね、お答えしようかと思います。いつものね、露天街なんですけど、まあ、時間が早いんでね、何にも出てません。ここのところね、あれですね、日本からのお客さん、まあまあちょっと当て続けに続いておりまして、あと、偶然ね知り合う日本人旅行者もねパラパラね増えてきてますね。なんだろう、
まあ、学生さんの卒業旅行シーズンかとも思ったんですけどね、年齢的にそうでもない方がね多いんで、まあまあ何はともあれね、どんな形にしても、ラオス、バンビにね足を運んでいただけるのはね、この町にとってありがたいことなんで、よろしいんじゃないかと思います。うん、まあ、けどあれですね、皆さん口を揃えて宿代が意外とかかるというね、ご指摘を、うん、ご指摘というかね、ぼやきを、よく聞いてます。まあ、20万から25万ぐらいのね相場感、今バンビのゲストハウスの相場感なんで、まあ、僕も聞いてて思わずね高って言っちゃいますけどね、うん、昼間の時間にこんだけね車が通ってるってことはね、やっぱ3連休ですね、うん、で右に左に見ても飯屋がねもう結構にぎわってます。遅めの 昼飯時なんでしょうか、うん、レンタルバイクなんかもね、結構どこのレンタルバイク屋ももう残り台数が ほぼほぼない、うん、稼働率高めですね。このままね3月末で4月に入ってからのピーマイラオですね、ラオ正月、ここに向かってね、駆け抜けるんじゃないかと思います。あ、ここは結構残ってんね、バイク。角曲がったなんか急にね賑やかさが消えた。あ、なんか閑散としてきましたね。やはり旧メインストリートはね強いっすね。まあ、これからね、午後の便で、バスも着きますし列車も着くんで、3355をチェックイン客が街中に入り込んでくるんじゃないですかね。あ、あとあれだ、スローボートだ、スローボートスピードボート、夏頃にねこっちの方にいらっしゃる予定で、フアンパパンからフエサ行きのあのスピードボートを運行してますかっていうね、ご質問いただきましたね。忘れてた。船はね動いてるみたいですね、うん、先日、一緒にいつもの飯屋で一緒になったね、日本人旅行者と話してると、うん、その彼はスピードボートに乗ってね、もともと乗ろうと思ってたねあのスローボートを乗り遅れてね、後発のスピードボートでね、乗る予定だった、スローボートをね
追っかけて乗り込んだって言ってたんで、うん、運行はしてるみたいですよ。あ、この辺はすごいね、バイクが全然動いてないやん。あ、やっぱ商売はね、立地っすね、うん。ウォーキングストリートに入りました。さあ、まだちょっと早いな、飲み始めるのには。シェイクでも飲もうかな。